皆さんこんにちは、カップ麺 YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは日清食品さんのラオウのシリーズで黒タンタン濃厚ワイルドという新作が出ていたので買ってみました。黒ラー油とフォアジャオの重層的な刺激、どんなお味なのでしょうか。蓋の上には黒ラー油がついていました。それでは熱湯を注いで5分で食べていきましょう。それではラオウの黒タンタン完成しましたので、よく混ぜて食べていきたいと思います。それではいただきます。こちらラオウさんの黒タンタン、美味ですね。まあラオウさんなので麺は言うことなく美味しいノンフライ麺に仕上がっています。細めなんですが、かなりもちもちとした食感を楽しむことができる、そんな麺になっています。そしてただでさえ美味しい担々麺の上に黒いラー油、これがかかっているので、香ばしさとともに担々麺のコクなんかも楽しむことができる、よくできた一杯だなと感じました。さすが日清さんのラオウさんのシリーズは外さないですね。それではラオウさんのシリーズの黒担々麺、ジャットさんのリピート指数は星3つ中3つになります。これはぜひまたリピートして食べてみたいラーメンになりました。皆さんも見つけたらぜひ食べてみてください。次回のラーメンお楽しみに。またねー。